はい、えー、その FX の手法なんですけどもね運の要素をなるべく排除していって未来が見通せるような過去の実績の咀嚼の仕方こういったもののトレーニングをずっとしていったわけなんですよねでこれは6年前私が YouTube を始めてしばらくした後 FX をやろうかなと思った時に全然スキルがない時から FX の相場解説ってのをやってるんですよだから最初の1年は1回も勝ったことがない時に相場解説してるんですよね でも視聴者さんってのは、やっぱりその時の YouTube の私の視聴者数っていうのに合わせて、今何百人何千人っていたわけですよ。でもだんだんやっていくうちにスキルがついていって、運の要素を排除していって、テクニカルの要素で語れるようになって、要するにね、受け取る方も技術がいるようになってきたんですよ。そうなると視聴者は減っていて、今ね、100人を超える視聴者さんってあんまりいないんですよ。数十人の人しか私の相場解説見ていないって状態になりますけども、でも今年に入ってね、 その数十人。まあ、言ってみれば多くて100人ぐらいしか見てないんですけども、そのうちのね、な高い割合、何十人かがもうね、利益ばっかり出すようになったんですよ。うん、やっぱりさすがだなと思いましたね、ここはね。で、FX で運の要素を排除して、技術だけで勝てるようになっていくと、勝率は上がっていくんですよ。私の考えでは、4対6。4回負けて6回勝つ。このペースでいけば、ずーっと資金は増えていくと思うんですよ。当たり前ですけどね。でも、運任せでやってる限りは、常に五分五分なんですよね。 で勝ち越しでやめればいいんですけども勝ち越してるってことは余裕があるから続けちゃうんですよでマイナスになるんですよ負けていると取り戻そうと思って無理な資金を突っ込んでさらに負けるんですよだから両方とも負けるんですよね運に任せているとでも技術で勝っているとそこには感情が入ったりしませんからずっと勝っていけるんですよねうんでしかもそれを YouTube でもやってるんで YouTube の 広告単価も上がるとということでかなりいいなと思うのとその YouTube で私が FX の放送してるんで FX を目当てに入塾してくださる方とか FX のコンテンツ買ってくださる方もいるんですよでローンチ期間が6年というね <laughs> そしてこれから来年になったら7年8年9年10年とローンチ期間だけは長くなっていって私の技術の推移を証明するものってのはどんどん積み上がっていきますもちろん5年分6年分、分6を見た後で あの私の相場解説の信頼度があるなっていうふうに判断する方はいないと思いますけどもでもねやっぱり一言で言えるんですよ私は6年毎日相場解説を放送してますともう何千本にもなりますよとその中で私は今ならもう結構勝っていけてますでも最初は全然負けてましたその証明もいつでもできますねすごいですよねこれねやってきた結果それが記録になっている YouTube によって私はね誰よりも公尺じゃなくって その記録でもって証明できるってところは強みかなと思うんですよ。おそらく吉谷さんも、このね、数万本の動画アップロードしてる中で、いや、こんな経験ありますよとこんなことしてきましたよっていうのは口で言うだけじゃなくって、実際動画が残ってるんだよみたいな。そしたら動画に遡って見るのもやし、まあ、動画で公開してるんだから嘘はないだろうって形ですぐに、ね、信頼していただく方もいると思いますし、どっちにしても強いですよね。あの、自分がこの時点で言ってるだけではなくて、 すでに証明しているものを出してますからね。それを見るか見ないかどう判断するかは委ねられるとしまして、やることはやってるってことは言えるんじゃないかなと思います。まあ、FX ね、ずっとやってきてよかったなと思うのは、いつかこうなると思ったんですよ。うん。まあ、なんないかもしれないけども、いつかこうなると思いました。FX が勝てるようになるために、5年とか10年捧げても十分お釣りが来ると思ったんですよね。私はもう十分お釣りが来てますね。そして視聴者さんもどんどん勝たせることができてね、今、今日の朝の報告でね、 あのついに1日で20万円以上の利益を上げることができましたっていうね喜びの報告もありましたもちろん他の方は今日は3万でした5万でしたこういう風な広告があの私の相場解説によってね報告がもたらされてるっていうのは非常にありがたいことだなと思いましたそしてその、うん、私がねスキルがない頃からずっとやってきたものが今スキルがない方に、うん、なんかこう組み合わさってねまさにこう交差しているクロスしている状態だなと思いますよね 私の今までやってきたこととこれからやろうとしていることがクロスして同じ道を歩んでいけるというね FX の X で今回はお届けしましたけども前半後半に分かれてしまいました2本の動画しっかりとクラスしたんじゃないかなと思いますけどもいかがでしょうか